皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回は工作です、早速なんですけどもね、こんなものを作ってみました。じゃん。はい、こちらカードです。私のね、YouTube のこのオープニング画像をね、カードにしてみました。でね、裏にはこんな感じでね、チャンネル登録してねっていうね、こんなの書いたカード作ってみました。いかがでしょうか。こんな感じで、これ普通のね、光沢紙、A4 の光沢紙にこんな風にね、これ全部で8枚作れるように印刷して、ちゃんとね、裏面もこうやって印刷したんですね。で、あとはこれをね、ハサミで切っていけばいいんですけど、こういうものを切るときってまっすぐ切りたいじゃないですか。でもなかなかね、ハサミでまっすぐ切るのって難しいですよね。あるいはここに定規とか物差しを当ててカッターナイフでピーっていう切り方も、もちろん私もやったことあるんですけども、なかなか、まあ、難しいし、何しても私の場合、私目が不自由な視覚障害者で弱視なんですね。もちろん普通にハサミは使えるんですけども、どうしても目を近づけてやるのでちょっと怖いっていうのもありますし、やっぱりせっかく作るならまっすぐ切りたいというわけでね、最近こんなものをね、アマゾンで購入してみました。それがこちらです。じゃーん。はい、これ何でしょうかね、ご存知でしょうか。これね、ペーパーカッターというものになります。ここの間がね、パカッて開くので、ここに紙を挟んで、で切りたいところにセットして、ここにね、刃がついてるんですね。で、この刃は普段は刃は隠れてるんです。ここ何もないですよね。でもこれ切るときにここ押しながらこうスライドさせるんですね。でここを押すと中に収納されてる刃が出てくるんです。ちょっと押してみますね。ほい、 これです。これがね、刃なんですね。見えますか。もちろん触ると危ないから触らないんですけども、それでね、こうやって切ることができるんですね。でこれはちゃんとここにメモリもついてますし、分度器にもなってます。でもっと長いものを切るときなんかには、ここにね、こんな風に定規もこうやって収納されているので、ここでね、長さを測りながら切ることもできます。ちょっとね、簡単に切ってみましょう。ここにね、一般的な A4 の紙を持ってきました。 A4 の用紙って、縦が297、横が210mm なんですよね。でこれをもちろん縦でも置けますし、横でも置けますし、こんな感じでね、開く。でここに溝がついているので、この紙をまっすぐ置くことがちゃんとできますね。じゃあこの辺りで切ってみましょうか。でここはスライドするんですけども、ここを押さないと刃が出ないの で手を添えていきます。はい、こんな感じでね、切ることができます。まっすぐです。ちょっともう一回やろうかな。でこれ今ちょっと厚紙でやってるんですけども、普通のコピー用紙とか普通の紙だったら大体10枚ぐらいの分厚さでね、紙を切ることができるそうです。ちょっとこの辺でもう一回切ってみましょう。はい、はい、切れましたね。まっすぐです。これはね、工作とかにもいいですよね。こういうのって結構オフィス用品とかでね、使われるかもしれませんけども、カード作ったりとか、なんか DIY したりとか、工作にもね、すごい役立つなと思ってね、今回初めて購入してみました。でまあまあ、ここにね、一応真ん中がね、空いてるので、本当にね、きちんとまっすぐ真ん中に揃えたいっていう時なんかね、ここを目印にしてね、切るといいかなと思います。このね、ペーパーカッターがね、すごく役に立ってます。で先ほどお見せしたこちらね、これをね、先ほどのようにね、切ったものがこれになります。これになるんですけども、まあ、もちろんね、これだけでもね、いいカードなんですけども、せっかくならこれをね、もっと素敵なカードにしたいというわけで、こんなカードも作っちゃいました。それがですね、こちらです。いきますよ、せーの、じゃん。見えますかね。さっきと同じカードなんですけども、表面がピカピカ光ってるんですよ。ほら、綺麗でしょこれね、実はですね、何をしたかっていうとですね、
100円ショップのセリアでこんなものを見つけてきました。これホログラムシールっていうものになります。折り紙コーナーに売ってました。でこれは8枚入りで100円のものになります。 4種類の柄が2枚ずつで8枚入りなんですけども、これ中開けるとですね、こんなものが入ってます。これシールになってるんですね。でピカピカ光ってすごい綺麗なんですよ。なのでこちらね、この大元のこの紙に、このシールを貼った状態でテープ、ペーパーカッターで切ったものが、こちらになるということになります。まあ、普通にね、あのカード作るだけでももちろんいいんですけどもね、なんかねこれだったらなんかすごいさらにねバージョンアップしてすごいピカピカして綺麗ですよね。というわけでね、今回はこんな感じでね、最近作ったピカピカ綺麗な、カードをご紹介させていただきました。先ほどお見せした、こちらの、ペーパーカッターに関しては、Amazon のリンクを概要欄に貼っておきます。で、このピカピカ光るね、このシール、これはね100円ショップのセリアで購入ができると思うので、もしよければ皆さんもね、自作のねこういったカードとかね、なんかステッカーとかもいいよね。いろいろと幅が広がると思うのでね、ぜひぜひ、参考になっていただければと思います。というわけでね、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。キラ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 ー。